こんにちは。朝日鍼灸整骨院の澤です。今日はですね、9月秋が体の始まりであるっていうお話をします。1年間のうちで、1年の始まりっていうと、4月の春を思い浮かべる方が多いと思うんですけど、体にとっては秋、9月が1年のスタートになります。どういうことかというとですね、人間の体っていうのは春から夏だったりとか、あとは夏から秋に変化するときに、気温だったりとか湿度に順応するために体の状態をこう変化させます。で、特にですね、夏から秋に季節が変わるときっていうのは、体の状態が1年の中でも一番大きく変化します。なので、この夏から秋に変わるときに体の状態を良くしといてあげると、次の1年間がスムーズに体の状態がよく過ごせますし、反対にあまり気をつけていないと、この夏から秋に変わるときに体の状態がガタッと崩してしまって、1年間なんだかしんどいなっていう風になってしまいがちです。で、ここでですね、夏から秋に変わっていくことに変わっていくときに、どういうことに気をつけてほしいかっていうとですね、大きく2つポイントがあります。1つはですね、まず食生活です。どういうふうに気をつけてほしいのかっていうと、夏野菜を摂ると体が冷えてしまうっていうのがあるので、あまり夏野菜を摂らないように気をつけてください。あとですね、夏の間に冷たいものとかをたくさん摂っていると、胃腸が疲れてしまっていて、あとそうなると消化能力が落ちてしまいます。そういう時にこうたくさん食べ過ぎてしまうと、お腹に負担をかけてしまって調子が悪くなってしまうというのがあります。あと冷えについてはですね、今まで夏の間は朝も昼も夜も暑いっていうのがあるんですけど、秋に近づいてくると昼間の太陽が出ている時は暖かいけど、朝と夜は結構冷えてしまうということがあります。で、この状態であまり何も対策せずに過ごしていると、知らないうちに体が冷えてしまうっていうふうになってしまいます。なので、冷えの対策として、1年間どの時期でも有効なことなんですけど、足をしてあげることで体の状態、体の冷えを取ってあげることができるので、気になる方は試してみてください。今のこの夏から秋っていう移行する時期が特に体にとっては大事な時期なので、皆さん気をつけて過ごされればいいんじゃないかなと思います。それでは皆さん、また最終お会いしましょう。さよなら。